占いをしたいと思います。あのカードをですね、今から置きますので、これがまあ時間占いという占いでして、私が発明したあの占いなんですけども、時間のその時間軸でその占っていくということでですね、まあその占いをですねやってるわけなんですけども、これがまあ時間占いなんですよ。でこのような結果になりまして、でこれがまあ3枚置いてあるところは現在過去未来なんですね。これ現在過去未来で、あのこのザーッとこうやって1時間後にどうなるか、2時間後になるどうなるかと、ザーッとこうで1日目って2日目とか、まあそう日にちでも見ることできまして、年間で見ることもできるわけなんですね。まあこういった占いなんですけども、で、この時間占いはですね、あの最これをまずはその一番占いたいところのですね 3枚だけにしてですね占うということもありまして、これがまあ現在過去未来の占い方なんですけども、こういうふうにしましてですね、例えば12時の時にはどういうふうな感じになるかと、12がこれは中心のあのタロットなんですけど、これをですねこう、6枚をこうしまして、でここに3枚置くと、こういう結果になりましたね。でこういうになってましてですね、こういうふうなのが、まあ、現在過去未来、これがまあ12時ぐらいの時間で出てくるという、まあそういった占いなんですけどね。はい、他にですね、あのピラミッド占いというのもありましてですね、ピラミッド占いと言いまして、これはですね、これもまあ時間の軸をその調べるのにちょうどいい占い方法なんですけども、これはですね、こっちが時間軸でですね、こっちが現在でこっちが未来っていう感じなんですけども、まあ、5時ということでですね、これが時間の 5時という部分ですね。でこういった結果出てきましたけど、この蝶々とかですね、まあいろいろ出てますよね。まあこういった占いなんです。ほんでそこにですね3枚の現在時刻をこう置いてですね、ざっとこれで占うという感じなんです。これがまあピラミッド占いということで、まあ、私のが考えたやつなんですけども、まあそういった感じですね、あのいろいろと占いをしているわけなんですけども、まあ面白いですね、こういった部分ですね、いいかと思います。以上です。占いを始めてですね、いろいろなその占いをしている中でですね、その占いのその どういった概念なのかっていうのをちょっと考えてまして、まあ、例えば先生版も書いたりとかしてるわけなんですけども、あとそうですね、手相の場合はですね、こうやってやったりとかですね、あとこうやってこう組み方をこう変えてみたりとかですね、そういったことで手相を作ったりとかですね、あとこするとかですね、まあそういった部分はありますけども、まあでも占いっていうのはなんかまあ専門はタロットカード占いと、まあ、先生版なんですけども、日々そうやって占ってまして楽しいと思っております。以上です。一曲お願いします。歌、はい、 And the wizard is a wizard、 私はどこへ行くのか、時間の旅へ出発だ、時間の旅のスター、その旅の向こうに先には時間がある、その先に旅をする、その先に旅をする、
時間の旅の途中で懐中時計を手にしながら時間が動く時間が動くルールルルルルルル、それで時間を逆回転時計の懐中時計を使いながら時間が動く、両方の時間を使いながら時間が長くなる時間が長くなるルルルルルル、終わりです。